こんにちは。今紹介してくださったように、私は声優をしています。最近朗読のボランティアをやっているので、今日はちょっと朗読の世界をご紹介しようと思ってここに立たせていただきました。ここに伺えたこととっても光栄なんですけども、朗読の世界は理系の学生さんと男性の方と多分一番遠いところにいるんじゃないかなと思って、今日は皆さん見てちょっと緊張してます。でも朗読は多分アニメーションは世界に広がってるんですけど、朗読はまだまだ世界に広がっていないので、少しでもその世界をシェアできればいいなと思って今日は伺いました。聞き手と読み手が一つになって一つの物語の中に入っていけたらいいなと思います。とりあえず今日はあえての童話でチャレンジしますので、聞いてみてください。おじいちゃんがお化けになったわけ、キムホップスお母さん。あるところにエリックという男の子がいました。エリックはおじいちゃんが大好きでした。じいじと呼んでいました。でもじいじはもういません。道で倒れて死んでしまったのです。心臓発作でした。エリックは悲しくていっぱいいっぱい泣きました。じいじは天国へ行くのよ。ママは言いました。天国？そう、じいじは天使になるの。天使？羽が生えるの？白い服着て？エリックがキョトンとして聞くと、ママはほっぺたを優しく撫でてくれました。教会でじいじのお葬式がありました。牧師さんは黒い服を着ていました。ご家族に温かく見守られ。牧師さんの話は長くて面白くありませんでした。じいじはどうなるの？エリックが小さな声で聞くと、パパが肩を抱き寄せて言いました。土になるんだよ。じいじは天使になるとママは言い、土になるとパパは言います。どっちもエリックにはピンときません。じいじがエリックの部屋へやってきたのはその夜のことでした。じいじはタンスの上に座って暗闇をぼんやりと見つめていました。じいじ？エリックは声をかけました。じいじが戻ってくるなんて誰も教えてくれませんでした。何してるの？死んだんじゃなかったの？わしもそう思うんだが。そうか、じいじはお化けになったんだね。わしがお化けに？うん、そうだよきっと。試しに壁を通り抜けてみなよ。お化けならできるって前に読んでくれたお化けの本に書いてあったじゃない。じゃあちょっとやってみるか。じいじは言いました。そして本当にやってみました。壁を通り抜け、また通り抜けて戻ってきました。やっぱりお化けだ。じいじ面白いことになったね。そうかな。じいじは首をかしげました。ここにいるはずのないわしがここにいるというのは落ち着かない感じだ。その夜、空が明るくなるまでエリックは眠れませんでした。じいじが部屋からいなくなると少しうとうとしましたが、すぐにママとパパに起こされました。朝ごはんのテーブルでエリックは言いました。じいじはお化けになったんだよ。朝までずっと僕の部屋にいた。するとパパも言いました。パパもじいじの夢を見たよ。壁を抜けて部屋へ入ってきたんだ。夢じゃないよ。じいじは壁を通り抜けられるんだ、お化けになったから。この子ったら。今日は学校休んだ方がいいな。
ママとパパは心配そうにエリックの頭を撫でました。夜になると約束通りジージがまたやってきました。ねえジージ、うーってやってみて。エリックは頼みました。どうしてだ。テレビで見たんだ、お化けが怖い声出すの。上手、背中がゾクゾクする。やっぱり本物のお化けだ。だがな、いつまでもお化けのままでいるわけにもいかんだろう。じいじは困ったように言うと、それから何度も壁やドアを出たり入ったりしました。お化けの本も熱心に読みました。本にはこの世に忘れ物があると人はお化けになると書いてありました。忘れ物って？そいつが分かればな。じいじがふーっとため息をつくと、エリックの髪がひゅーっと逆立ちました。じゃあ調べに行こう、多分じいじの家にあるよ。エリックは窓から、じいじは壁を通り抜けて外に出ました。そして一緒にじいじの家まで歩いていきました。鍵は玄関前の植木鉢の下にありました。じいじはいつもそこに鍵を隠していたのです。部屋の中を歩き回りながらエリックは聞きました。忘れ物って何か分かった？じいじは写真を一つ一つ眺めながら言いました。いや、意外といろんなこと覚えてるもんだな。兄貴からお古の赤い自転車もらったこと、ばあさんと初めてデートしてキスしたこと、お前のパパがおしっこ引っ掛けたこと、うちには猫がいたがせっかく買った車は犬の匂いがして臭かったこと、ああ、庭で採れたイチゴの味もテレビで見たヨットレースもみんな覚えてる。でもまだ何か忘れてるものがあるんじゃない？入れ歯とか？いや、歯ブラシとか。お化けはそういうもんは使わんよ。ふらふらと歩き回ってため息をつくぐらいしかすることはないからな。次の朝、エリックはとても眠そうでした。ママは言いました。ママもよく眠れなかったわ、夢の中でジージが恐ろしい声で叫んだの。夢じゃないってば、じいじの声本当に怖かったもん。エリックが言うと、ママとパパは顔を見合わせました。今日も学校お休みした方が良さそうね。エリック、もう少し眠りなさい。うん、夜じいじが来たら起きるよ。夜になるとエリックはじいじと街をうろつきました。じいじが忘れている何かを見つけるために。じいじ、思い出した？ああ、いろいろとな。博物館に象の剥製があった。町の体育館でボクシング見て興奮した。友達と酒飲みすぎてバケツに吐いたこともあったな。ばあさんとタクシーで飛行場まで行き、モロッコへ飛んで一コブラクダを見た。若い頃は工場で働いてた。ヨットでノルウェーの島まで行った。カエルの足食べたこともあるぞ。うまくはいかなかったがね。そうそう、パラシュートで飛び降りるの一度やってみたかった。山登りの時谷に向かって叫んだら、そっくり小玉が帰ってきた。空き瓶に手紙入れて海に流したこともあった。本当にいろいろだね。でもそういうことじゃないんでしょ、じいじが思い出さなきゃいけないのは。エリックが言うと、じいじはこっくりうなずきました。
次の朝、エリックは椅子に座ったまま眠りかけました。今日も学校に行けそうにありません。このままじゃジージはずっとお化けでいなくちゃならないよ。エリックが目をこすりながらつぶやくと、ママは言いました。エリック、もうお化けの話はよしなさい。だけど。かわいそうに、ジージのことがショックで夢ばかり見えてるのよ。ママもそう。ゆうべはエリック、ジージと街を歩いてたわ。エリックはベッドに連れて行かれると、大きなあくびをしてすぐにまた眠ってしまいました。夜になりました。エリックはパッチリ目を開けました。そろそろジージが来る頃です。でもジージは来ません。ジージ、どこにいるの？エリックは窓から外に出て家の周りを探してみました。ジージの家にも町の方へも行ってみました。エリックが諦めて戻ってくると、ジージはタンスに座ってニコニコしていました。何がそんなにおかしいの？エリックはちょっとムッとして聞きました。お前に関係あることさ。僕に？ああ、お前も思い出してごらん。お前とわしでしたことを。エリックは思い出しました。遊園地で目が回るまでジェットコースターに乗ったね。じいじの庭の木のそばに大きな落とし穴掘ったよ。サッカーしててチューリップめちゃめちゃにした時はすごく怒られた。モーターショーでかっこいいスポーツカー3台も見た。映画の途中でグーグー寝ちゃったこともあったね。じいじのタンスの一番上の引き出しにはいつも飴が入ってた。海へ行った時、砂でお城作るの手伝ってくれた。お料理してるばあばにわからないようにげ、まずそうなんて言ったりしたね。釣りに行って一匹も釣れないこともあった。くすぐられて飴が喉に詰まりそうになったよ。じいじは時々タバコの匂いがしてこっそり歌ってくれるお尻の歌がとってもおかしかった。うんうん、そうだったな。さてと。何がさてとなの？やっと思い出したんだ。何を忘れていたか。そう言ったじいじの顔はもう笑っていませんでした。わしはお前にさよならを言うのを忘れてたんだ。一番大事な孫のエリックにね。途端にエリックの目から涙があふれました。ジージの目も潤んでいます。いいかエリック、子供は行儀よくしなくちゃならないが、しすぎることはないぞ。それからいつも出なくていいから、ジージのこと思い出してくれ。ジージもお前のこと忘れないよ。の写真壁に貼っておく。するとジージは嬉しそうにうなずき、エリックの耳にふーっと息を吹きかけました。エリックは足の先までくすぐったくなりました。わしはもうすぐばあさんに会えるだろう。エリックがよろしく言ってたって伝えようか。伝えて、ばあばに。エリックはジージの目をじっと見つめました。ジージは壁を通って外に出ると、庭を突っ切り、それからゆっくりと道を歩いていきました。エリックは窓から手を振りました。ジージの背中はだんだん小さくなり、
やがて闇の中に静かに消えてなくなりました。さてと、エリックはため息をつくとベッドに潜り込みました。